動ける1枚を体に巻くだけにして。そんな肌の布なんてせっかくの晴れ舞台なのに。お姉ちゃんだからこそだよ。代わりにドレスを生きてるお花で飾りつけるの。そしたらすごく素敵だと思うけど。世界にたった一つの今日という特別の日だけにしか着ることができないスペシャルなドレスができるでしょ。でもさ、花っていうことは枯れちゃうわけでしょ。そのせっかくのスペシャルなドレスが残らないなんて残念じゃない。だからこそこの瞬間がかけがえのないものになって心の中に焼き付くでしょ。残らないって寂しいよ。やっぱり思い出を懐かしんだりしたいじゃない。大丈夫？怪我は？怪我してない？大丈夫だよ。ミフったら無理に決まってるじゃない。もう危ないな。なんともないもん。花びら拾って帰ろうっと。見て、ちゃんと可愛いのを選んでね。グー、合格だよ。そっちもグー。あたしも拾うね。なんかずいぶんさっさと拾うけど、ちゃんとかっこいいやつを選んで拾ってるの？どれ見せてみ。ここで観客席から一斉に怒りました。カスばっかり量集めてもダメなんだよね。ダメダメ、欠けたやつとかは却下。完璧な形のを探してよ。じゃあいいよーだ。一人で集める。
こういうのも可愛いよ。ほら、あ、本当。見ろ、俺の濃縮を絞りに絞りまくった結晶を。濃縮を絞ったって言ったろ。ま、見てな。こうやって俺の旅日記を世界に発信するんだ。行ったところをマークするんだよ。デジタル、あんな地球儀に旗を立てる地味なローテコ親父と一緒にしないでくれる？悪かったね、アナクロニズムで。でもまだインドだけだね、赤く塗ってあるとこだね。す、ま、それはおいおいってことで、いつか世界中を真っ赤に塗りつぶすのさ。
材、情報のことだよ。絵とか写真とか文章とか動画や音なんかもあるな。ま、つまりホームページに何を載せるかってことさ。俺が一丁叩き台を作ってあげるよ。任せといて。で、ページの名前何にする？どう？会心の出来だろ？ミクちゃん、そう、いけてない。どっちだ、どっちの口が言った。おりょおりょりょりょユニゾンかよ。担当パートがあるのかよ。いえ、でもこのホームページはホットプラスです。もっと女の子らしいのにしてほしい。してほしい。女の子らしい。ああ、プニプニピヨピヨホヤホヤした感じ。ああ、実際にこうして並べたのを見て気づいたけど、要するにあれだな、花びら一枚一枚の特性をミクちゃんはよく分かってるんだよ。どの色と形をどこに使ったら映えるのか、そういうことがよく考えられてるんじゃないかな。うんうん。早く
な人の感想が知りたいな。ね。二人が自分たちのモテるようになるまでは、俺のマシンかインターネットカフェでしかチェックできないね。駅前の中央公園のそばっす。うん、でかい通りに面してるところだ。うん、知ってる。あそこ頑張ってここのバイト代で買うね。それまでしんさんよろしくお願いします。オッケー。私はバイトできないから、ごめんね。もうミフったら気にしないの。うん。みんなと一緒の反響たくさん来るといいな。トビーたちだぞ。トビー、ナマステイ。ういっす。タマちゃんもナマステ。シンさん、ショウゴさん、イヌさん、こんばんは。じゃあそういうことだから、タマキ、あと一人でやっとけよ。